チャオ、あっちゃんです。今日11月26日土曜日のあっちゃんちの朝ごはんです。今日ね、りょうはね、昨日テスト勉強と遅かったからまだ起きてきゃいないんだけど、ひかるは結構早く寝たからね、朝あっちゃんと一緒に起きました。ということで一緒に朝ごはん食べたいと思います。はい、今日はね、ちょっとね、思考を変えて味噌ピザトーストにしようかなと思ってね。いつも使ってるのはね、無添加の田舎味噌合わせ味噌ね。これいつも使ってんねんけど、お味噌汁もこれやねんけど、これね、パンに塗ります。味噌を塗って味噌塗ります。で、ね、チーズ、味噌とチーズはね、相性すっごいいいからね、体にもいいしね、ダブル発酵食品で。はい、よし。で、ちょっと物足らんからね、フォーク、焼いていきます。はい、味噌ピザトーストできました。ヒカルと二人で食べたいと思います。ヒカルね、昨日のね、夜のあのヨシヒコ寝て見れへんだからね、録画も見てね、一緒に見てんだけど、食べます。あ、味噌とチーズ合うね。寝癖がすごいね。ついてご飯パン焼きに行ったから、ね、
無防備で出すから。何何、何かやられたの？大切なものを盗まれました。旅のもんだね。はい、よくもまあこんな村に来たもんだね。この村は盗賊の村、住んでる奴は全員盗賊だぜ。だと普通旅のもんは絶対避ける村だぜ。身ぐるみ剥がされちまったんだ。しかし私たちはこの村で探さなくてはならないものがあります。なんだいそれ。だからヨシコそれ出すとさ、ほら倒すぞヨシコ。この中で分かったぞ、みんな分かったぞ、決めないぞ。ここは天界に名付かる大統領パンダの様が住んでたの、気をつけろよ。どうすんだよ、玉二つも盗まれて。まあ、おいおい繰り返せばいい。奴らの顔も分かってるし、神田か、聞いたことがある。金ではなく、この世の珍品を盗んではコレクションしてる。どう見てもそいつじゃないかなって。探しましょう。そう、ダイハツ前を向いて歩こう。俺たちの未来を見て、クロさん横も後ろもやるパノラマン。大阪芸大ラジオ、俺めっちゃいい人だね。こんな危ない盗賊の、あ、すまんことをした盗賊の眠くっていうのは言葉が出ない。2人はね、そこそこ早い時間に寝たから早い時間に起こしよう。まあそりゃせやね、お腹減るもんね。俺は小さい、ちょっと食べる前の口に物が増えたわ。面白そうじゃねえか。これ忘れねえね。こいつなんか置いてあったかな。結構置いてあるのダメなんだ。王族の村によくぞ入ってきたもんだ。コーヒーの中のかな、はい、大切なものをすべて2つも盗まれました。いや、それはすまんことをした。そいつらにはちゃんと返すよ。俺の方からちゃんと言っとくよ。安心しろ。さすがに盗賊の親子友達の立派なもんだぜ。俺はクソみたいな金持ちからしか盗みはやらねえ。こんな物のだれての世界で人間同士がやり合っていたら、あいつらを使い上がらせるだけだ。さ、めっちゃいい人だね。そうなんだよ。盗みが働くか、いい人なんだよ。いい人は盗み働きませんけど。で、わしに何の用じゃ。すぐ。実は、これを探しているんです。おお、これは知っていますか。もちろん。先月北の村から俺が盗んできたやつだ。本当ですか。どうかそれを私にお譲りいただけませんか。世界を守るから救うために必要なのです。お前もしかして勇者？そうです。勇者ヨシシコ。はい、聞いてる聞いてる。味噌とねプチザって美味しいよ。うわ、そうか、この弾だったか。魔王を倒すための弾だ。その通りです。動画ね、なかなか通らないんです。寝起きはやっぱりね、どうしても気に入った。私のその弾、ってことは、あのおっさんが玉人、声が大きいし、こっち変えたんだよ。頼りになりそうじゃねえか。なんで影響を受けてるんだ。どれ、これが俺のコレクションだ。すごいなる。ちょっとサッカーゲーム、あまりに美しかったのでな、ちょっとした宝箱に入れておいたのだ。盗まれた2つも防衛機構に戻る。こいつも持っていけ。そして必ずや魔王を倒してくれよ。ありがとうございます。いいね、たまにはこういう感じで手に入っちゃう方はいいよね。いや、楽だな。まさか俺の盗みが世界を救う。あの、なんだよ。すいません、何も入ってません。嘘、入ってます。盗まれない。はい、他のところも
寝起きはね、いつもあっちゃん寝起きっていうか起きて子供ちゃんを送り出して一段落ついてから食べるけど、寝起きに食べたらやっぱりね入りにくいね。変化に届く大泥棒が逆に的な、逆に盗まれた的なことはありえないですよね。ってことで、今日ね、あっちゃん今日土曜日は、どこ行くかまだ決まってへんし、多分今日勉強してるからどこも行かれへんと思うからね。まあ、できたら天気が良くなってもうちょっと暖かくなったら光るとどっかお出かけしようかな、思ってんだけどね。どっちでも昼からになるから、はい、朝半日ゆっくりしたいと思います。動画でもねもうちょっと作らなあかんな、はい、ということでこれだとゆっくりしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日も一緒に食べてくれてありがとうね。味噌のピザもね美味しいよ。で味噌ちょっと尖るから、マヨ味噌にしても美味しいかも分かんない、ということで、今日のあっちゃんねる、あっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。